皆さんこんにちは。マリサだぜ。霊夢です。今回はアーストロンについて紹介していくぜ。アーストロン、また渋い怪獣を紹介してくれるのね。そうだぜ。今回はそんなアーストロンの特徴や活躍について解説していくぜ。それは楽しみね。紹介してちょうだい。そうだな。じゃあ、早速始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。まずアーストロンは帰ってきたウルトラマン第1話怪獣送信劇に登場した。ウルトラマンジャックが地球で2番目に戦い、そして初めて倒した怪獣だな。初めて倒した怪獣。これは記念すべき怪獣ね。ああ、デザインとしては、がっしりとした獅子に長い尾を持った恐竜のような体格に加えて、頭頂部に三日月のような一本角が生えているのが特徴的な怪獣だぜ。子供たちが怪獣と聞いて連想する姿を、そのまま具現化したかのような王道的なシルエットね。第1話にはうってつけの正統派怪獣だわ。さらに青みがかった黒灰色のゴツゴツとした頑丈な皮膚と強靭な骨格を持っていて、頭の鋭利な角スラッシュホーンと、口から吐くマグマ光線が主戦力だぜ。技もかなりシンプルでわかりやすいわね。さらに鋼鉄の2000倍の強度を持つ尻尾と持ち前の怪力もかなり強力な武器で、尻尾の一振りはとてつもない威力を秘めているぜ。弱点なんかはないの？実は頭部の角が武器であると同時に最大の急所でもあり、折られると急激に弱体化してしまうんだよ。ふむふむ。うまく角を攻略できれば勝てそうね。アーストロンの生態としては、鉄を常食していて、皮膚の頑丈さと体色の黒さは摂取した鉄分に由来していると思われるぜ。また、体内には冷却効果のある特殊なリンパ液が流れていて、100万度の熱にも耐えられるらしいんだよ。地球型惑星の内部はどんなに熱くても1万度もないから、ちょっと誇張気味な設定に感じるけど、他の怪獣との生存競争に勝つには必要な能力よね。そういうことだぜ。っていうか、このアーストロンの見た目ってかなりゴジラに似ていない？何か関係あったりするの？確かにアーストロンは角があることを除けば、ゴジラを一回りスリムにしたような外見をしていて、よくゴジラをモデルにしたんじゃないかって言われることがあるな。そうでしょ？実際のところどうなの？実際にデザインを担当した池谷のりよしさんが、ゴジラのような怪獣をという発注があったと証言しているため、あながち的外れな話でもなかったりするんだよ。やっぱりそうだったのね。あと、アーストロンの造形を担当したのは東方特美の安丸信之さんなんだが、安丸さんは後に1984年版のゴジラで実際にゴジラの造形を手掛けることになり、両者を比較すると目つきなどがかなり似ていることがわかるぜ。ふむふむ。さらに、第1話の監督を務めたのはゴジラシリーズでも数多くの作品を手掛けた本田石郎さんだぜ。ある意味、ゴジラとアーストロンは兄弟のような存在なのね。ということで、ここからはアーストロンの活躍について紹介するぜ。まずは原点である帰ってきたウルトラマンでの活躍だな。どんな活躍をしたのかワクワクするわね。今作では朝霧火山に出現し、マグマ光線を用いて山麓の村を破壊したんだぜ。最初から大暴れね。そして、そこに現れたウルトラマンジャックと戦闘になり、前半はジャックを怪力で圧倒したんだが、弱点であるスラッシュホーンをへし折られて弱ったところへスペシウム光線を受けてしまい、そのまま火口へと転落し、噴火に巻き込まれて爆死したんだぜ。かなり派手な最後だったわね。ここからは他作品での活躍だな。アーストロンはそこまで手強い怪獣ではなかったんだが、その秀逸なデザインから帰ってきたウルトラマンに登場した怪獣の中でも認知知名度ともに比較的高く、以降のシリーズでもたびたび客演しているんだよ。出番の数が多いのね。各作品の活躍についても教えてほしいわ。ザ・ウルトラマンでは第27話怪獣島浮上に登場したぜ。バラドン星人によって弟のゴーストロンともども怪獣墓場から復活させられ、バラドン星人が管理する怪獣島で飼育されていたんだ。だが同じく復活したゴキネズラと大喧嘩をしていたな。今回もいきなり大暴れね。この個体は爪に毒を持っているだけでなく、300メートルのジャンプ力に加えて、目から X 線を放射して透視する能力を持っているんだぜ。透視もできるの？すごいじゃない。その後は科学警備隊に襲いかかるも、丸目隊員の新開発した特殊なロケット弾により倒されたぜ。人間にやられてしまったのね。ウルトラマンメビウスでは第20話創刊の伝言に登場したぜ。初代とは別個体であるが、身長体重能力は以前と変わらないぜ。
個体間の違いがあまりない種なのね。劇中では宇宙狂犬怪獣のケルビムにより操られ、2対1でメビウスを痛めつけるんだ。なかなかきつい展開ね。しかし、サコミズが登場するガンブースターに音響放射装置を破壊されたことで洗脳が解け、戦闘を放棄して住処の地底へ帰ろうとしたところをケルビムに咎められ、最後はメビウスブレイブによりケルビムともども爆殺されてしまったな。今回のアーストロンはケルビムに操られていただけで、洗脳が解けた後は退散しようとしていたし、そこまで凶暴な怪獣としては描かれていないのね。アーストロンにとっては勝手に利用されて操られた挙句、最後は訳もわからないままに命を奪われてしまうという災難以外の何者でもなかったな。ある意味このエピソード最大の被害者と言えるかもしれないわね。ウルトラギャラクシー大怪獣バトルでは第8話水中の王者、第11話ウルトラマンに登場したぜ。2回も出番があったのね。第8話では湖のほとりで因縁あるケルビムと対決し、死んだふりをしてケルビムを油断させ、ケルビムの耳を引きちぎりマグマ光線を浴びせて勝利を収めたんだ。メビウスの展開に対する意趣返しね。しかしその直後に水中に潜んでいたエレキングによって湖に引きずり込まれ、水中戦に持ち込まれてしまい、最後は放電攻撃によって倒されてしまったんだよ。さすがに相手が悪かったわね。第11話では、カレンの回想シーンで別個体がレッドキングと戦っていたな。今回も相手が悪そうね。ウルトラギャラクシー大怪獣バトルネバーエンディングオデッセイでは、第3話大暴走、レイオニックバーストに登場したぜ。どんな活躍をしたの？ゼラン星人のレイオニクスに操られており、ナックル星人のガルベロスと戦うが、敵の幻影攻撃の前になすすべもなく翻弄され、地方から火炎弾を受けてゼラン星人を巻き込んで爆死したんだ。今回はガルベロスの前座役としてあっけない退場になってしまったのね。大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザムービーでは、ウルトラマンベリアルによって怪獣墓場から復活し、ベリアルが操る怪獣軍団の一員として登場したな。数ある怪獣の中の一体としての登場だけど活躍はあったのかしら？劇中では怪獣墓場にて主にレイのゴモラと戦い、その後もサイの地の方まで生き残るも、最後はウルトラマンゼロのゼロスラッガーの前に敗北したぜ。あのゼロに負けるなら悔いはないでしょうね。ウルトラマンサーガでは、バット星人に怪獣墓場から連れてこられた個体が登場したぜ。歴代の中では初めて市街地に出現し、チームユーに襲いかかるが、そこへウルトラマンダイナが立ちふさがるんだ。おお、頑張ってアーストロン。しかし、マグマ光線が通じず慌てて逃げようとしたところ、尻尾を掴まれてハリケーンスイングで空中に投げ飛ばされ、ソルジェント光線で爆砕されたぜ。容赦なく倒されてしまったわ。ウルトラマンオブジ、オリジンサーガエピソード1キラ星では、レイプ星人サイキによりクグツを注入されたクグツアーストロンが登場したぜ。今回も操られてしまってるのね。そして最終回でウルトラマンコスモスが放った命の木の果実の力でバキシムと共に浄化され、宇宙に送り返されたんだ。今回は生き延びられてよかったわね。ウルトラマンジードでは第5話相方に登場したぜ。今回のアーストロンは一体どんな活躍ぶりを見せてくれるのかしら。ジードと戦闘になるが、ガスタンクが近くにあったことで思うように戦えなくなったジードを手こずらせるんだ。状況的にはアーストロンが有利っぽいわね。しかし、アクロスマッシャーに変身したジードの華麗な高速移動を活かした攻撃に翻弄され、最後はスマッシュムーンヒーリングを浴びておとなしくなり、地中へと帰っていったんだ。倒されずにおとなしくなる展開はコスモスを彷彿とさせるわね。ウルトラマン Z では第24話滅亡の遊戯に、ストレージが監視している休眠怪獣として画像のみ登場したぜ。場所はアメリカのワシントン州、またはカナダのバンクーバー付近だな。ちょい役でも出てくれると嬉しいわよね。ああ、だが、セレブロが操るウルトロイドゼロに吸収され、ウルトロイドが変貌した最強怪獣の頭部と胴体を構成するパーツとなってしまうんだ。飛んだとバッチリだわ。ウルトラマントリガーでは第24話闇の支配者に登場したぜ。メガロゾアにより世界各地のエタニティコアが暴走し、地球の危機が間近に迫ったことで避難を開始した怪獣たちの一体として出現したな。トリガーに登場した怪獣の中では、唯一昭和第2期に登場した怪獣でもあるんだ。今回も割とレアな出番をもらえたのね。ちなみに、童話に登場した他の怪獣たちが、同一個体かどうかは不明ではあるが、次回作のウルトラマンデッカーに登場しているのに対して、アーストロンのみ登場していないぜ。アーストロンだけ不遇だわ。続いてはアーストロンの足個体について解説するぜ。
まずはゴーストロンだな。ゴーストロン、帰ってきたウルトラマン第8話怪獣次元爆弾に登場したリーゼントのようなトサカが特徴の怪獣だぜ。どんな特徴があるのかしら。主食は菌で、一度の食事で菌根一つ分の菌を食べ尽くすんだ。体中に菌が混じっていて、鱗一枚でも5億円の値打ちがあると言われていたぜ。そのためか、皮膚も鉄より硬いようだな。5億円、これはぜひとも倒したいわね。やばいよな。ちなみに、第1話で倒されたアーストロンの弟という裏設定があるが、作中では言及されていないぜ。弟だったのね。武器はどんな感じ？視力が非常に低く、手が届く範囲のものにしか目のピントが合わないが、代わりに鋭い聴覚があるぜ。主な戦力は口から吐く火炎だな。劇中での活躍も気になるわ。劇中では、マッドアローに搭載した新型ミサイル X 弾によって処分される予定だったが、火炎放射をかわしたゴーのとっさのミスにより、撃ち込まれた X 弾が次元式に切り替わってしまったため、事態は急変。タイムリミットである10時間後までにゴーストロンを発見、対処しなければならなくなったんだ。一気に危機的状況になったわね。その後、ゴーストロンは地中を掘り進み青木高原のダイナマイト工場付近に出現し、あろうことか工場のそばで居眠りを始めてしまうぜ。こんなの倒せないじゃない。その後、ジャックが立ちふさがるも、持ち前の怪力で静止を振り払い、再び工場のすぐそばに座り込んでしまうぜ。工場の近くではスペシウム光線を使えないわよね。しかし、爆発まであと1分に差し迫ったところで、ジャックはドリルのように回転して地中へ潜行し、ゴーストロンの真下から突き上げるように脱出するという奇策に出るんだ。ゴーストロンは遥か上空へと運び去られ、そのまま爆死したぜ。ギリギリの決着だったわね。そして最後に紹介するのはギーストロンだな。ウルトラマンフェスティバル2019で初登場した怪獣だぜ。確かにアーストロンの足っぽいわね。そしてこいつはウルトラマン大河第22話タッコングは謎だにおいて映像作品デビューを果たしたな。しっかり映像作品にも出てるのね。劇中では大地の怒りの化身と呼ばれるとても凶暴な地底怪獣の一種で、人類によって汚され続けてきた地球の大地を清めるために報復攻撃を仕掛けようとしてくるんだ。やることは恐ろしいけど、地球の大地を大事にしているのね。頭部の角からはビルをも切断するレーザー光線ギーストロンライデン波、両腕の爪をスパークさせて放つ巨大なカッター光線ギーストロン超ライデン波などを放ってくるんだ。ギーストロンは切断技が多いのね。これはやばいわね。さらにマグマを活性化させる電磁波ギーストロン大進化を角から発生させることも可能で、これを使って一気に人類を滅ぼして大地を浄化しようとしたな。放っておいたら人類滅亡待ったなしね。劇中でのタイガとの戦闘では、タッコングとタイガの共同戦線に追い詰められていき、最終的にはタイガブラストアタックで倒されたぜ。いくら強くても2対1は厳しいわよね。また、ギーストロンはウルトラマン Z 第11話守るべきもののハルキの回想シーンに登場しており、ハルキの少年時代に夏川親子を含む大勢の人間がいるキャンプ場を襲撃したんだ。この事件でハルキの父親は犠牲になったのよね。なお、この個体がその後どうなったのかは不明なんだぜ。現在でもどこかで生存しているのか、ストレージにより倒されたのか、どちらか不明ってことね。ということで、これでアーストロンの解説を終わるんだぜ。かなり出番の多い怪獣だったわね。そうだな。今後の活躍にも期待だぜ。楽しみにしてるわね。他にもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。